します。田畑です。こんにちは。これ世界一来ましたね。あ、もう言うても2年前ですけどね。そうですね。はい。よくアメリカまで出張に行かれてますしね。そうですね。今年2回行って、まあこれが多分最後かなっていう感じです。はい。はい。今後の展開は？今後の展開は今 Z1 の新しいやつを作るか、あれもう一度やるか、ちょっと今悩んでます。はい。期待してませんか。はい。またよろしくお願いします。はい。お願いします。これもすごいですね。はい、これはね、今新しいパーツを作って、このパッと見わからないんですけど、プラグを隠すためにずっと長いこと悩んでたんですけど、こういう新しいパーツを、そうですね、パーツでいうかこれなんですけど、塗装前のこういうパーツを、これ結構大人の部品ですね。あ、いいですね、面白そうですね。はい、ぜひ僕も一個つけさせていただきます。エンジンのこのなんかこうイメージが変わるみたいな、はい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 、そういうのを今作ってます、ね、冷却効果も上がりそうですね。多少ね、はい、多少はい、ねえ、あるも今作られてるやつですね。そうですね、これは情報廃棄の1号と同じモデルです。はいはいはい、いや、すごい。で、こっち側のこのフレームがノーマルフレームの多分完成したら一番なんていうんやろ、まあちょっと高度な部品ですね、はい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 、メインフレームの幅から広げて、はい、でもあのピボットの幅も広げて、で後ろアルミで、黒川さんでもここで仕上がったわけですね。そうです、そうです。あれはあれは SRX でもう10、違う、もう20年ぐらい前に一回オリジナルで。いや、素晴らしい。まあこういうルーツがハーレーに行ったっていう感じでね、はい、なるほど、これが削られた部分、はい、はい、ですね。もうちょっと最後撮らせてもらいます。こちらが命より大事な旋盤ですね。まあ命の次っていうことはないですけど、結構アラクタック使ってますね。ねえ、はい、いや、すごいっす。さあ、次は世界一行きましょうか。はい、はい、お待たせしました。皆さん、前ね、淡路島で撮らせてもらった時はカメラが違うかったんで、そんなに綺麗に撮れてないんですよ。あ、そうなんや。これがすごい。僕は思うんやけど、ZK 多いのになんでハーレーに行かれたのかなってね。ああ、これはね、もう今だから本当のこと言えるんですけど、やっぱりこれ行ったのは、直接の原因は、あの2006年に世界一を日本で初めて撮った中田チカラさんって言ってたんですよ、はい、で彼の作品があまりに素晴らしかったから、はい、僕もそのアートの世界へ一遍挑戦したいっていう、これが本当の理由。ああ、なるほどなるほど。
るほど、はい、理由なんです。でまあ今となってはもう彼とはすごい親友みたいなんで、はいはいはい、こういうアースのバイクっていうのを2人でなんとか確立したいな、はいはい、日本のアートのバイクのパイオニアですね。そうですね。ね、一時ね、1億円、2億円言われてましたんだよね、こちらは、はいはい、で今回もこれアメリカで、はい、あのイタリアのスーパーカーのメーカーの高橋さんが欲しいって言って、はい、だいぶ値段交渉されたんですけど、今ちょっと売るのを堪忍してほしいと、はいあはい、そんな嬉しいことがありました。あ、すごいね、はい、いやありがとうございます。また、はい、あの遊びに来ますんでよろしくお願いします。はい、はいはいはい、ありがとうございます。はい、どうも。